はい、これ。ひどい。お前を殺す。運営さん、運営さん、どうして僕の好きな銃を毎シーズンというかもう毎作品予約するんでしょうか。本当になんで僕の好きな銃ばかりこんな。はい、どうもジャンダルクです。というわけで今回もこちらコールオブデューティー MW2 実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのがもう先ほども言った通りね、僕の大好きな銃が今シーズンで2回目の弱体化ということで、はい、こちらの、タック V ことスカー H ですね。はい、もともとねこちらタック56とねまあ同じぐらいの人気武器でして、まあマルチだとタック56が最強、そしてウォーゾンではタック V といった感じの、まあどっちのモードでもそのタックという名のスカーっていうのがね最強だったんですけど、シーズン2ではこれが大きく分かれまして、まずマルチにおいてはねまだまあタック56ね人気ですけど、こちら新武器 ISO ヘムロックが完全上位互換で、ランクプレイからね削除されました、バンされました。なので公式公認の、タックよりも最強銃となっております。でさらにこちらタック V に関してはちゃんと弱体化されまして、前シーズンも弱体化されたんですけど今シーズンではさらなる弱体化、まずね中距離ダメージの減少、そしてセミオートの胴体ダメージの増加、これはまあ一応強化ですね。ただまあマルチにおいては関係ないので、まあウォーゾーンのそのアーマー環境のみとなっております。そしてセミオート時のレグダメージの減少ですね。まあ一応3発キルになってるけど、これ前から3発だっけ、まあ、忘れちゃったんだけど、まあこういった形で、まあ威力が下がっております。そしてフルオート時の頭部ダメージの軽減ということで、まあこれもまあマルチにおいて関係ないですね、ウォーゾーンのみの環境だと思います。そしてセミオート時のレートダウンってことで、まあこれはマルチでも関係してくるところかなってことで、まあ具体的にこれのどこが変わったかっていうと、まあこの武器自体その頭一発で、ね、あとどこ当ててもね2発キルっていうね、めちゃくちゃ魅力的だったんですよ。そう、頭狙って一発でもかすめれば、あと手だろうが足だろうが2発キル持っていけるっていうね、理不尽最強武器でキル速 0.1 っていうね、化け物だったんですけど、まあこういった形でね、足とか当たってしまうと3発キルになってしまっております。これがね、大きな弱体化となっているんですけど、もうやめてくれ！なんで俺の好きな銃ばっかこんな弱体化するんやっていうスカを。っていうのも、まあもともとね、MW2019 でスカー H って言ったら、本当にクソダコ武器で、僕めっちゃ好きやったんですよ。スカー自体がめっちゃ好きなんですけど、それでもなおね、まああんまり強化入らずずっと弱かったんですが、今シーズンというかね MW2 で強くなってうおーってなってたところにこの仕打ちですよ。でしかもタック56にもねぶっちゃけ ISFM ロックの方が強いからさ、いやマジでさ、いやまあタック56はまだ許せるけどお前は違うやんって、別にマルチそんな強くなかったやんっていう、いや強かったよ、強かったんやけど、まあマルチでさこいつそんな猛威振るってたかってなりません皆さんね。うん、いやそれ強いけどさ、いや別になんかね他にももっと弱体化するべきものあるやろって言いたいんやけど、まあっていう形でですね、非常になんかウォーゾンのなんか成績というかそういうのを引っ張ってこられて弱体化したような感じですので、まあ早速ねこちら使って実況プレイやっていきましょう。ということで、まあこれからもですね、コールオブデューティー MW2 の動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、では早速、シーズン1では大好きだったこちら、LRC6、こちらハードポイントやっていきましょう。ってことで、間違いなく、現環境は一番の闇マップ。絶対 KV ブロードサイドが荒れてくるから、それ対策用のための、まあ、対地系のキルストリックにしましょうか。で、KV ブロード対策を何か持っていきたいけど何がいいんだ？まあ、とりあえず投げ物投げまくるか、それぐらいしかないよな。まあ、とりあえず角待ちは絶対されたくないんで、とりあえず適当に投げ物投げて角待ちを絶対殺すマンスタイルでやっていきましょう。いや絶対やばい、ここのマップ。いやこれタック V では一番の苦手マップだよね。っていうのもまあ、3スキルになってしまった場合、そう、ぶっちゃけこれカスタフ762だとかタック56だとか ISO ヘムロック使った方が強いんですよ、3スキルだったら。まあ、そりゃそうだよね。こいつはだって結構ブレるし取り回し悪いし、何より20発っていうね形のねデメリットがあるじゃないですか、バトルライフルとして。だから3発キル射程になった段階でちょっと微妙なんですよ。だからやっぱこいつ頭当てて2発キルを取ってあげないといけないっていうね、宿命があるのでなかなかね辛いんですけど、ナイス。ただこいつが優れた点があって射程距離なんですよ。そう、カスタフ762とかと比べても射程距離が長いので、そういったところですね、遠距離マップで安定してね3発キルが取れるとか2発キル射程も楽々取れるみたいな、そういうのがあるんですよね。そうだからちゃんと目に見えないというか、その数値だけでは語れない強さがあったりとかするんですけど、ただこういう狭いマップにおいてはマジで弱いですねー。いやマジで、てかあそこの中入るの無理だわ、この武器で絶対無理。たまたまさっき2キルできたけど100無理案件。投げも投げる、で左から来るから1人2人
3枚目。はい、これヘッド当てて2発キル射程。後ろから来てるんで見る。こっちから来る。ナイス、ヘッド判定。はっ、あぶねえ、ナイス。一体のとりほど。いや、マジでさ、タック部位で至近距離さばくの無理だって、これ。後ろから、はい、回り回ってさ、今、重なり合ったミイライ、で、おとり合って僕ら、今、ほら、あーもうバクソンやめろよ、マジで。やめろ、いじめだぞ。キルストリック全部回ったから、はい、早速クラスターマインオンラインからの、こっちから来るんで、はい。ナイスキルからのセントリーをここで出すことによって、敵のリスポーン。おい、設置不可能ってなんやねん、殺せ。クソイム、お疲れ。クソイム、お疲れ。はい、こいつもやっていく。ナイス。ユーミ出していきましょう、ユーボンライン。からの、はい、ここでカードマッチング。で、多分右から来るね。フラグ、きついよ。こっちから来る。ドリルチャージャー来てる。ナイス。セントリーがめっちゃ効いてる。こっちから来るかな。カモン。オッケー。オッケー、ナイス。で、ちょっと体力ないから一回逃げますわ。逃げといて、一旦。車線切らせて、リロードする。よーしよ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 し。いや、めっちゃ刺さってるクラスターに。いや、これよ、これ。貴様だから、KV ブロードサイドまで何が来ようかな。俺は、キルストリークで裁く。投げ物で裁く。フラッシュ。大丈夫？と、いる。はい、ヘッド当てて2発キル射程。ここも裁く。そしてそのスナイパー、もうてかさ、ハードポイントでマークスマライフルとかスナイパー持ってくんなよ、こいつらマジで。おかしいって！マジ、俺がおかしいのか？ここのマップ確かに遠距離あるけど、ハードポイントでスナイパー持ってくる必要ある？拠点入れ、拠点。けどね、点差だけ見たらそんなね、差がないからもう KV ブロードサイドですね。そう、点差だけで見たらそんな差はないから、まあ、いった仕方なしって感じなんですかね。至近距離2発キル。P890 デュアルやばすんぎ。そこはしっかりと当てて切る。そこもキル、メッシ君キルする。で、そこ外周湧いてるからそこ押さえますか。はい、押さえる。で、押さえるためのキルさせていただいてからのイエブオンライン。で、クラスターマインをここに出すことによって、2車線は守れるかな。よいしょ、2車線守れるクラスターマイン。で、外周そっち行ってますね。セントリー壊されたか、やっと。さあ、こっちから回り回って。ここで10固定。はい、バイポットつけてるんで10固定が最強です。どこでも10固定ができる。はい、それ頭見えて、頭見えてたけど、ちょっとガバイムしましたね。さあ、ちょっと私は拠点入るか。敵のキルしていくか。さあ、ここでちょっと高いところから見ていくスタイル。多分敵リスポーン無効なったな。ちょっと当てるけど、バトルレイジ効いてんね。さあ、味方拠点入ってくれてる。はぁ、KV ブロードサイドだ。もう、足音聞こえてガン待ちした時には時すでに遅しっていう。もうやめてくれ。一旦リロードする。メッシ君が見てますね。ジャンプ中、はぁ？ ISOF ブロックの方が強くね、マジで。もうさ、おかしいって ISOF ブロック。なんで俺だけ弱体化食らわねえ。あいつ、絶対次シーズン弱体化しろよ。俺よりも3敗にしろよ。オッケー、ナイス。いや、マジでさ、わかると思うけど、この武器使った人はわかると思うけどさ、ISOF ブロック使った方がね、100億倍強いんですよ、マジで。そう、これガチ。二人いるんで、それまず裁くための一人1キルからの、2枚目キル。で、3枚目奥いるけど、それ抜けるかな？いや、まだ湧いてきてる。スナイパーク、カットしていくー！ナイス！あ、これぐらいの射程距離だったらこいつの方が優れてるかもしんないから、待って。こいつの方が優れてるかもしんないから、しっかりと。あー、ぶねえ、ラーレ MG の燃焼弾や。来るね。はい、ハンドガンキル、素晴らしい。た、あー、ドリルチャージャー！しっかりと UAV 出していきましょう、UAV オンライン。で、味方拠点入ってくれてますね。そこの外周は？さ、しっかりと狙う。いや、初段はぶれないから、マジでね、使いやすいよな、この武器。ただ、ISOF ブロックの方が、100億倍使いやすいっていう、この事実。で、やっぱ、こういった2発キル狙わないといけないから、バイスのつけた方が強い気がするんだよな。けど、多分、スカー使いわかるけど、スカーってね、マジ、サイトつけなくてもね、使いやすいから、アイアンサイトでもね、全然いけるんで、マジで、バイスコ使うメリットないというか、まあ、ヘッド狙う時ぐらいしかないよな。で、後ろから来れたらめんどくさいんで、ここでしっかりクラスター出しといて、はい、外周から来るやつを抑えていきたい。いるよ。はい、ここで15点。いない。味方が左行ってくれてるんで、ここでこうやって見る。ハンドガン蹴る？リロードする。行ったふりして、あれ？ 2 回。上3人ぐらいいるくない？これ、ハンドガンでしばけるかな？一人で、完全私、旗無視してますからね。この試合は、さすがに勝てるやろってことで、旗無視してます。次が多分、こっちあたりになるはずやから、よいしょと、クラスターマインオンライン、いますか？来てませんね。ここで、セントリーガーを出したい。セントリーガー答えて、俺のセントリー。オッケー、ナイス。いや、完全もこいつら諦めてんな。まあ、マークスマライフル使ってるからね、スナイパーとか使ってるから、それは勝てんやろ。はい、ラーレ MG。なーい！もうなんか敵の武器書を見た段階で、ああ、このハードポイントはハードポイントしないんだなっての分かったんで、キルチューするぞ俺は。お前らがそういう風にな、旗に入らないんだったら、俺も俺なりに貴様らをキルチューする方法はいくらでもある。敵のリスポーンなんて全て把握してるんだから、俺左奥リスポーンしてるんで、そいつらを潰します。さあ、では次歩のための、はい、ここ。はい、で、ここで湧いてくる。ほらもう分かってるんですよ。あ、けど味方こっちリスポーンになってんな。こうなったらあとはこっちのもんよ。簡単な作業。え、弾がない！嘘！嘘、4発キル射程になった？などすんぎ。わーっつ！ UAV オンライン。けどなんか拠点取られてる草生えるんだよね。完全こっちリスポーンなのにさ。
はい、LMS くんお疲れ。てか、LMS で拠点入ってくるのはマジで、ハードポインターの鏡やね。ただ次っぽこっちなんですけど、右にスポンなってるはずなんですよね。なので、そっから抜いていく。カモン。そう、こっち湧いてくるはずだけどね。いるな。一人抜くじゃん。で、そいつじゃあないんよ。マジ？ほらほら、ここでリスポンさせよ。そう、右リスポンするはずなんですけど、ここ本来。まあいいや。でも敵は向こうで湧いてるんで。そこの距離も楽々。だから誰もね、ハードポイントやってなくない？これ。まあ味方一人ぐらい、1分50秒乗りしてるからさ、この人がまあハードポイントやってくれてるって感じだよね。はぁ二人もピカピカ光ってる。はい、オッケー、ナイス。で、右一人いるね。それいける？ナイス。で、その外周いるから、そいつをまた抜かないといけない宿命なんです。ナイス。で、ここまたいるね。はい、こいつも抜く宿命。お前も。アンドガーナイスー気持ちいい敵クソ指でよかった。さあ、UAV 出していきましょう。UAV オンライン。で、こっちいますね。はっやっぱ、ここいるんで、はい、抜く。無理だー一人ナイス勝利ということで、58キルとなりました。一応まあ50秒ぐらい乗ったんですけど、てか乗ろうと思って乗ったわけじゃないで、勝手に数値が50秒になってたって形でしたね。マジで意識的に一回も乗らなかったけど、まあキル中でしたね、今回も。敵が完全に試合捨ててるもんな。ほら見て敵。17秒、33秒、1秒、4秒、29秒、0秒。そして使ってる武器はスナイパーライフル。で、これで初心者だったら、まあ仕方ないよね、みたいな。ほら、味方見てほら、11キル、9キルって形で初心者いっぱいいるけどさ、仕方ないよねってなるけど、敵300レベルですから、シーズン1ちゃんと250までやってね、今シーズンでちゃんと300まで上げてるユーザーがまさかのね、ああいった形のスナイパー合戦してますから。いや、マジでさ、疑問なんだけどさ、なんでそういうスナイパー使いたい民は、クイックプレイで、これドミネーションとかハードポイント選択してるんやろうね。普通にチーズとかやればいいって思いません？ね、明らかドミハーポだったらね、形勢が不利になって、ああいう形でキルスト祭りになってね、デスかさむのにさ、ね、オブジェクト系ルール選択するんでしょうか。はい、っていう形で、非常にコールオブデューティーらしい形の、公開マッチでしたが、まあ、この武器のね、強さっていうのは分かっていただいたんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、これからもですね、まあ、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。